好了，那我们现在要前往酒神 Barkas。应该不会又跑一跑遇到真岛老大吧？哦，抱歉。啊，谁？你吗？醉汉，是因为我刚撞到他吗？知道错就好了。是这种酒醉的撞到他，他们就会过来打吗？我试看看。不一定哈，也是要看人品的。拉面店不是这里，大卡子是这里。Open。嗯？怎么了？怎么变成恶灵古堡的感觉？哇哇哇哇哇哇哇！小女孩，然后拿着枪，真的变成恶灵古堡了。何があった？私が来たらみんなもう都被僵尸咬了。何しにここに？お母さん探して、私いろんなとこで聞いて。お前名前は？とにかくここを出るぞ。问名字也不回答一下。さっきのお店のこと誰かに教えた方がいいんじゃない？あれだけのことがあったんだ。とっくに誰かが通報しているだろう。そっか。赶快打电话给那个。公衆電話が減ったような気がするな。伊藤。昔はそこら中にあったはずだが。だってみんな携帯持ってるじゃない。也是哈，他被关了十年。ぐらいしか使わないよ。そうなの。这十年的变化很大。おじさん、ひょっとして携帯持ってないの？バカ言うな。我当然有了。持ってるに決まってる。傲娇。安心した。所以我是应该先看一下电话吗？打电话给伊藤。不行啊，他不会使用手机，他只会用手机发 email。欸，有事件。怎么啦？哦，可爱的小柴。你们这样不行吧？哇哦！这是扑了才做得到，耶，丢得好啊！啥呢？あんた。俺は今日大変な一日だな。すこぶる機嫌が悪いんだ。刚好拿你们来出气呀。運が悪かったんだよ。お前らは。そう。哦，绕那么多人来。運が悪いのはおっさんの方だよ。啊，我刚从那个老大的葬礼逃出来，你们这些人数我是不怕的。哇，还有人拿铁棒。这哎呀呀呀！哎，
因为这边旁边障碍物蛮多的，好像蛮适合用这个模式。突然！啊！轮子！啊！然后棒子哦！对！哎，抓不起来！哎，你给我过来！撞墙！踹死你！你还有办法坐着讲话？そろそろ行くぞ。でもこの子お腹空かせてるみたいなの。こんなに痩せちゃってるし。お前、母親はどこにいるんだ？可那个阿柴好像有项圈呢。わからない。没人养吗？今日ずっと探してたんだけど。家は。お前、家がないのか。孤児院、黙って出てきた。お前、幼院。孤児院にいたのか。じゃあお前。お前じゃない。うん。私は遥か。お前じゃない。おじさんは。刚才问你名字，你又不回答。キリュウ。キリュウカズマだ。ねえ、お願い。この子に何か食べさせてあげて。このままじゃ死んじゃうかも。还要给狗吃什么？可哀想かもしれないけど、今助けてやってもまたこんな目に遭うかもしれない。有在卖狗食吗？仕方ねえことだ。そんな、でもほっとけないよ、おじさん。对啊，他有项圈啊。要买东西给他。你看这里有在卖这个鸡腿。哦，公共电话可以记录就是了。要买什么？给我点线索嘛。おじさん、何か食べ物。この子死んじゃうよ。好可怜的感觉。好，我赶快去便利商店买个什么？哪里？这里，这是药局。这是什么？哦，这个不是。超商是这个 M 超商比较近，对吧？好，那我去 M 超商。来到 M 超商了，给狗吃什么？饭团、肉包。狗会吃肉包吗？いらっしゃいませ。炒面包子啊，烤鸡肉串。哎，可是吃烤的可以吗？日本酒，好吧，买个烤鸡肉串给他吧。哦哟，走一走就迷路了。おじさん、何か食べ物。この子死んじゃうよ。哟哟，带烤鸡肉串来了。太挑食了吧，烤鸡肉串也不吃。我只要肉包跟那个饭团都买了，只能这样子了。いらっしゃいませ。来个鲔鱼饭团。ありがとうございます。然后再一个肉包，啊，应该这样子，他就可以一次结账。三明治也买一下好了，鲔鱼蛋。OK。
总有一样会吃吧。来了来了来了，おじさん。啊？还是没有？你这只狗到底吃什么？不会要我来这边买冻饭吧？你们冻饭可以外带吗？里面有一个小女孩，没关系吗？抱歉啊。いらっしゃいませ。啊，你们冻饭可以外带吗？看起来是没有外带的选项。天哪，狗狗要喂它吃什么？我居然会卡在这种地方。还是它只吃肉松的？肉松在卖果实吗？いらっしゃいませ。哦，便当，还是他要吃便当啊？果实有有有，哦，好好，这是你啊。ありがとうございました。太好了，就 M 超商没有卖。哎，抱歉抱歉。这鬼鬼祟祟在这里干嘛？我们家狗狗吃过那家超商里卖的狗饲料后，就变得很有精神了耶，好可怕！好啊，那就表示我没买错。我刚才以为他要讲说他家狗吃了之后就死掉了。哎，等一下，我发现这里有在发光。耶，又拿到一个，等下来去开一开吧。有有有，我带狗食来了。ありがとう、おじさん。あれ、どうしたの？怎么了呢？食べなくなったな。腹が減ってたんじゃないのか。もしかしたら喉も渇いてるのかもな。それで飯が進まないのかもしれない。所以我还要再去买水就是了。哎，好吧，我就去买一个水。肉松应该也会卖吧？虽然他这里是叫 Popo， 但我还是他的招牌跟那个肉松一样，所以我还是叫他肉松。我要买水、牛奶，这个阿尔卑斯的天然水。OK。ありがとう。来啊，水买回来了。ありがとう。でも。没有碗，对不对？このままじゃ飲めないか。水を入れる皿も必要みたいだな。这个要去哪里拿？有没有提示？啊！这是为什么事情不一直讲完啊？洛松会卖盘子吗？いらっしゃいませ。我没有卖碗吗？就有随身的面子。啊！看起来没有呢。刚才的 M 超商好像印象中也没有卖碗啊。旁边这里有一间没有去过的药局。药局会卖完吗？来去看一下。看方向是在这里，这个。
您好，有卖容器吗？哎，等等，你不是刚才那个很阴沉的大神吗？いらっしゃいませ。哦，皇家金利饮料，这是怎样？一瓶要12000，天哪！你们还有卖隐形眼镜啊？买隐形眼镜给那个嘞，弄丢眼镜的藏衣社的，可以不知道他度数多少？没有。那这附近，只要再去唐吉诃德了，这里应该是最有机会买到碗的地方了。这里总该会卖了吧？いらっしゃいませ。购物，我要买碗。能有效恢复体力，我这时候应该买个几瓶啊？买个3瓶好了。ありがとうございます。啊，等一下，我还没看有没有碗。啊，有纸盘，太好了，我需要这个。ありがとうございます。感谢啦，真是麻烦，但是为了可爱的彩彩。来哦来哦来哦！これ使えるか？嗯。太好了。よし、飲んでるな。これでまた飯も食うようになるはずだ。他明明在躺着啊。嗯。やっぱりお腹減ってたんだ。この子さっき孤児院にいるって言ってたな。うん。本当に母親はこの町にいるのか。多分手紙にはそう書いてあったから。でもまだお母さんに一度も会ったことない。马上联想到会不会是ユミ的妈妈ユミ的女儿。頼れる人は。私にはお母さんとユミお姉ちゃんだけだから。尤米是阿姨。嗯，お母さんのお姉ちゃん、いつも手紙持ってきてくれた。おい。所以她是那个美月的女儿才对。疲れた。把她带到安全的地方。诶，怎么好像？很紧张的样子。这音乐。伊達だ。そっちの調子はどうだ。セレナにあげたのか。それがちょっと困ったことになってな。バッカスに行ったんだが、情報は得られなかった。全部消されちまってた。全部被处理掉了。というわけ。何？何？じゃあバッカスのマスターも。没错，你赶快赶快去。そうか。キリュウ、とりあえずその女の子はセレナに連れて行け。あとで警察が保護する。好。そうだね。わかった。来。感觉等下路上就会遇到一堆混混呢。好，走吧。哎哎哎哎哎！干嘛？喂，大叔，可以让我揍一下？神经病啊你！这什么要求啊？哦，他可以先把它放在旁边，那就还好。你没看到？我抱着一个小女孩，你还在那边可以揍一下吗？
给我过来。最倒霉了。耶、yeah, 打倒50个人。所以等一下一路上都会像这样子被找麻烦就是了。哦又有人堵在这里。这有什么理由？我也站住。你少大摇大摆的走了。要不然呢，天哪，这样都可以构成打架的理由。你要关，贩卖机，啊，贩卖机也是用撞，我以为可以把他头塞在那个拿饮料的地方，把它夹起来。从正门吗？还好只遇到两摊。レナ、この子。伊達さんっていう刑事さんから電話で聞いたわ。熱があるみたいね。奥の部屋に行っててくれる？今薬持ってくるから。ああ、頼む。哪里来的他发烧的情报？我觉得童生自己也不知道吧。さてと、薬も飲ませたし。あとは寝ていれば大丈夫よ。きっと一時的なショックと疲労が原因ね。はあ、様子を見よう。そう、ショックだったろうね。そんな怖い思いして。どうや。現場就像恶灵古堡一样。おじさん。あら。ここは？私のお店。よろしくね、はるかちゃん。俺の友達でレーナだ。ねえ、あの子犬は？え？あの子大丈夫かな？元気になったかな？不是担心那只狗的时候吧？ああ、大丈夫だ。本当に？それこの子のこと？あ、え、那时候抱来的。よかった。もう会えないかと思った。该不会是自己追来的吧？この子も嬉しそう。はるか、さっき弓お姉ちゃんって言ってたな。うん。個人に手紙を届けに来てくれたって。うん、すごく優しいんだよ弓お姉ちゃん。毎月ひまわりに来てくれて、お母さんからの手紙とかお土産とか。え？ん？お前ひまわりにいたのか。うん。そして母親の姉は弓。どうかしたの？お前のお母さん、名前はなんて言うんだ？美月。瑞希。え？果然。知ってるの？お母さんのこと。ねえ、お母さんどこ？どこなの？いや、俺も探してるところだ。ユミのことも。はるか、ユミの居場所は？うん。そうか。不知道。ねえ、おじさん、私も一緒にいい？さっきのところで。お前の母親の店を聞こうとしてたんだ。今は手がかりが何もない。私知ってるよ。アレスでしょ。本当に？はるかちゃん。うん。だから一緒に。私だけじゃどうしてもお母さんに会えないから。ねえ、おじさん、いいでしょ？小孩子不能进出那种酒店嘛。哇，多了一个拖油瓶。